はい、一発合格テレビです。今回のテーマはこちら、新しい事業のあり方、40代から司法書士受験から開業まで。今回はですね、私自身のリアルな体験談をお伝えしたいと思います。40代50代ぐらいから資格試験に挑戦して独立開業を目指すっていう方も最近増えてきていると思いますので、まあ、そういった人のですね、少しでも参考になればということで、今回公開させていただきたいと思います。それでは始めていきますよ。はい、それでね、まずは1点目。熟慮の末、司法書士ということになっています。まずは司法書士をね、受験するときの決意、その辺のお話していきたいと思います。私自身もですね、司法書士受験決断するまでにかなりですね、考えて悩みました。最難関の国家資格の一つであるっていうのは当然分かっていましたし、もちろん勉強するためには私は資格学校の講座を申し込もうと思ってましたから、1年の講座がですね、やっぱ50万以上するんですよね。やっぱちょっと踏ん切り必要ですよね。まあそういったところをちょっとね、周辺お話をしていきたいと思います。まずは1点目、10年ごとに新たな目標を設定していたということで、やはり人生ね、を長いスパンで考えていくときに、まあ、10年ごとに新たな目標設定していったりするんですね。30代はですね、私は資格のね、世界に入って、資格の講師で頑張ってきた。で、ある程度ですね、社労士だけではなくてですね、行政書士講座とか宅建士とかね、そういったことも教え始めましたし、あとはね、勉強本の本もですね、かなり出版できるようになっていましたから、30代、資格の講師というね、仕事、ある程度土台は作ったな、まあそういうふうな実感があったんですね。で、40代、全く新しいことに挑戦してやろうというふうに思っていました。で、その頃やはりですね、実務、まだやってませんでしたから、まあ社労士とかね、行政書士とか、ね、そういった実務をやるというのもね、当然一つあったわけですが、その前からのね、ちょっと夢であった、もっとね、裁判所に行けるような仕事ということで、まあ、司法書士に興味持ったということになりますが、まあ、そういうね、10年ごとのスパンの中で考えていました。実際に司法書士パッと決断してね、受講料申し込んだのはですね、一瞬だったんですけど、ただね、2年3年前からですね、ずっと40代何に挑戦しよう、ずっと考えて、まあ、いろんな中でですね、最終的に決断をしたということになります。ここが一番重要でしょうね。やはり決断したらですね、もうGOでね、あとはどうしたら合格できるかしか考えませんから、この決断のところはやっぱりしっかりね、私は熟慮すべきだと思いますね。2点目、忙しい時ほど次に見据えた挑戦をということで、行き詰まってからね、それから新しいものに手をつける、やっぱりこれ遅いと思うんですね。忙しくて今調子いいぞっていう時に、それこそ次のね、戦略を練っていくということが重要かなというふうに思っています。で、そういう意味ではね、私勉強を始めた頃っていうのは、受験をね、決めたのがちょうどね、40歳の誕生日の2ヶ月ぐらい前に決めたんですけど、その頃っていうのは本当にね、忙しかったです。まあ今も忙しいですけどね、社労士講座3クラス以外に行政書士講座も1クラス持ってましたし、宅建士の研修やってましたから、まあかなりね、忙しかったということになりますが、まあその時にですね、決断をしたということになります。で、3点目、自分のそれまでの資源を最大限生かす。これね、聞かれてる方、多分ね、こういうふうに思ってる方多いと思いますよ。いや、お前はね、資格学校でね、勉強してた。しかも、社労士は関係ないかもしれないけど、行政書士も宅建士も教えてたんだろうと。もう絶対有利じゃん。思うと思うんですね。確かにそうかもしれません。だから、普通の人だとかですね、ゼロから合格したとかね、まあそんな風にはね、まあちょっと言わないです。だけど、みんなそうなんですけど、次の自分の未来を考えていく上では、自分のそれまでのね、資源の棚卸しをして、で、やっぱり自分の有利なところで次の道を探していく。自分で一生懸命頑張ってた道のさらに発展バージョンで道を開いていく。こういった形で考えていくべきだと思うんですよね。ですから、もちろん私みたいな仕事してなくてもですね、勉強が好きでですね、資格をコツコツ受けてた方とかですね、勉強には自信があると。そういった方は、こういうね、難関の国家資格受験するっていうのも全然ありだと思います。私はどちらかというと勉強はね、すごくコンプレックスのあった人間ですから、まあ、それでもですね、熟慮の末、まあ、いろんな資源考えた中で司法書士というのをね、最終的に決断をしたということになります。実際にですね、もうすでにこの動画見られている方は司法書士受験されている方もいらっしゃると思いますし、すごく興味あるんだというふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますね。
で実はですね、私司法書士受験している間、これ3年間実際かかったわけですけど、その3年間ね、実は日記もつけていて、でブログもね、匿名で更新したりしててですね、記録が全部残っていて、合格した後にですね、一冊の本にまとめているんですね。まあ、いわゆる資格の現役講師がですね、難関の国家資格に受けてどうだったか、それぞれの模試とかね、結果とか、あとはいろんなね、出来事が起こりますが、そういったのもですね、リアルに体験談があります。で、こういったものね、もし興味がある方でいらっしゃれば、まあ、ちょっとマニアックな世界ではありますが、一発合格テレビのサイトの方、あとはこの動画の最後にですね、ちょっとご案内がありますから、そちらの方を見ていただければと思います。1点目は以上です。はい、それではね、2点目、補助者としての実務のスタートということで、私はですね、補助者としてね、実務の勉強を約ね、1年半ぐらいですかね、勉強させてもらっています。その辺の話していきたいと思いますね。丸1点目、ただでもいい勉強させてほしい。まずそもそも補助者にね、ならずでも、いきなりね、速読って言いますが、すぐ独立した方がいい。まあそんなね、議論もあったりします。ただ私はですね、絶対に勉強したかった。なぜならば、もう独立して看板を上げたらですね、100% 仕事をしてもらわないと依頼者にとっては困るわけですよ。なのにですね、何もやってもわかりませんということでは、依頼人にですね、迷惑をかけるというふうに思いました。それはひいては自分の信頼にも関わってきますから、私はですね、やはりしっかりね、実務、勉強してからしかやっぱ独立したくない。まあ、そういう考え方がありました。だから、勉強させてほしい。しかし実際にですね、40過ぎのね、男をですね、雇ってやろう。そんなね、ところ、やっぱ正直ね、なかなかなかったですよ。ただ、私、同期で言うと、やはり年齢的には高い方でしたから、補助者としてね、使ってやる。というようなね、ところの事務所、なかなか見つからなかった。だから私はですね、ここにも書いてる通り、本当、ただでもいいと。本当に勉強させてほしいということで、いろんな知り合いのつて、同期のつてをたどってですね、やっとね、受け入れてくれるところがありました。もちろんね、最低賃金ぐらいの賃金いただきながらですね、勉強させてもらいましたけど、本当に感謝してます。私はどっちかというとですね、こう喋ったりですね、企画書作ったりするのは結構得意なんですけど、細かい作業がね、苦手なんで、で司法書士細かいでしょ、ね、いちいち一問一問チェックしていくっていうね、なかなか苦手でね、まあいろいろね、ご迷惑をおかけしまして、怒られながらですけど、勉強させてもらって、今の基礎ができています。本当に感謝しています。やはり40代、50代でですね、独立開業していこうという人は、ぜひ補助者の道を選ぶ。その時は、補助者として、そのなんかね、条件つけないっていうことですね。雇っていただければ本当にありがたいと。まあ、そういう姿勢が絶対に一番必要だと思いますね。で、2点目。試験と実務はやはり違う。補助者になってね、本当に良かったなと思うのは、やっぱり試験と全然違うんです、実務はね。司法書士はどちらかというと、実務に近い、ね、試験だと言われています。実際に記述式でね、申請書を作りますから。それをそのまま司法書士の仕事になりますからね。それでもですね、本当にね、補助者になってよかったな。で、実際に困るのは、実際に法律的なね、申請書の作り方とかではなくて、システムをどう動かすかとかね、あとは銀行とのやり取りどういうね、こう流れでやっていくかとか、お客さんとの書類のやり取り、アポイントの取り方、その後の書類の返送の仕方、まあそういった一番重要なところですよね。そういったところを学べるわけですよ。法律ではないですよね。そこがやっぱり実際の独立開業して重要なところだし、そこを失敗するとやっぱりね、本業で信頼を得ることはできないと思いますから、私はそこが学べたので、本当に良かったなというふうに思います。3点目、それまでの仕事との両立がベスト。私は補助者もやりながらですね、資格の講師業もずっと続けていました。私の場合は平日だったら夜7時からですから、まあちょっとね、先生にね、買って言わせてもらって、まあ5時にはね、きちっと終わらせてもらって、それからですね、夜7時からの講義やっていました。それがもうほとんど毎日ですからね、まあかなりハード。で、土曜日はね、事務所が休みですから、1日中、土日は講義ができると。まあそんな生活を送ってましたから、まあ当然休みがほとんどないわけですけど、勉強期間ですから。それでもですね、私は独立開業した時には、この講師業を続けていた方が絶対いいと思いましたから、そこは両立しました。私のようにね、両立ね、実際時間的に無理だというね、人もいらっしゃると思いますが、まあ、できるだけですね、補助者の仕事をやりながら、ね、それまでやってた仕事の関係はね、切らないようにね、やっていくことが、その後のですね、独立した時の大きなね、支えになってくると思いますから、まあ、その辺もぜひ参考にしていただければと思います。2点目は以上です。はい、それではね、3点目、身の丈に合った開業。
まあ、開業を実際にする、これもねすっごく踏ん切りが必要だと思いますね。私もですね、正直ね、一回事務所ね契約していて断ったんですね。はい、そんな経験があります。はい、1点目、無借金開業を目指そう。まずは絶対これだと思いますよ。特に補助者とかでやってると、働いてた事務所はいろんな機材が揃ってますから、どうしてもね独立開業するためにはそういうものが必要。例えばパソコンとかはね、まあ当然2台必要とかですね。あとはプリンター以外にドットプリンターっていうねプリンターが必要とかですね。まああと机もね何個かね、一人でするときにも必要と、まあそういったねいろいろ必要なものって出てくるんですよ。だけどそれをですね、やはりできるだけ抑えてですね、無借金開業絶対目指した方がいいと思いますよ。私もですね、当初はね資格学校の近くのね街中のねところで事務所を借りようと思って契約もしそうになりました。だけど最後よくよく考えてですね、これからオンラインの時代だしね、自宅近くでですねもっと安いところで借りようということで借りましたけど、本当に正解だったと思いますね。それが私自身の身の丈に合ったね開業だったと思いますから、もちろん立地がいい方がいいとかね、そういうふうに考えることはあると思いますけど、自分の身の丈に合ったね持続可能性のあるですね事務所経営っていうのを絶対考えないといけない。そういう意味ではマイナススタートっていうのはねかなりきついと思いますよ、精神的にもね。で2点目、看板を掲げたら〇〇が来る。大きく看板をね掲げてみよう。そしたらね、立地のいいところだからいっぱいお客さんが来る、思ってらっしゃる人多いと思いますけど、もうそういう時代終わってますからね。何が来ると思います？これも実際開業してる人だったら分かりますけど、営業しか来ないですからね。もう営業が頻繁に来るので、営業マンとのやり取りでねもう散々大変ということになりますよ。私もそんなね大々的に看板掲げてないですけど、やっぱり電話とか DM とかしょっちゅう来ますからね。はい、本当にめんどくさい、営業しか来ないですからね、知っておいていただければと思います。で最後3点目、自由を取るかお金を取るか。じゃあ修行、生活できないのかっていうと、これ絶対生活できると思います。私も同期がねいますけど、もう皆さんほとんどね独立開業されて自分でやってますけどね、個人で。だけど廃業されたっていう人はもうほとんどいらっしゃらないです。皆さんね、会えばね苦しいとかですね大変だいうことは言われますよ、言うけど、だけどなんとかやってこれてるんですね。だからやっぱり修行というのはですね、私は自由を取るかお金を取るか、収入面だけ言うと例えばサラリーマンとかね、そっちの方が安定してるかもしれませんが、自由でですねやっぱ仕事自身にやりがいがある、まあ、それが修行の仕事だろうと思いますから、まあ、二者択一と思えばね、自由を取ってると思えばそれは気楽にのんびりできますからね。これはぜひね、そういった生活してみたい、そういったビジョンがある方は修行絶対いいと思いますが、この身の丈に合った開業っていうのはね、最初につまずいてほしくないなというふうに思います。3点目は以上です。はい、それではね、最後に、最初にもちょっとご案内しましたが、私のね体験とかも通して難関の資格でも受けてみようと思った方、こういった方にですね、私自身のですね、かっこよくなくて一発合格でもない、本当にリアルなですね苦しみまくった司法書士の受験体験、これをね本当に一冊の本にまとめています。でこれをですねダウンロードできるようにね準備していますから、一発合格テレビのサイトの方にね見てもらえればと思います。で中身ね、ちょっとどんな感じかって知りたい人もいらっしゃると思うので、目次とですね端書きのところはですね無料で別途ダウンロードできるようにしてますから、ぜひ興味がある方はねダウンロードしてみていただければと思います。まあ、10年以上のね前のですね合格体験記にはなりますが、あとは勉強のね中身的なもの、あとは別の修行の人でもですね、ちょっとね資格試験働きながらですねいろんなね問題が起こっていきますから、まあその辺をね正確に記録しているので、まあその辺リアルに感じていただけるかなと思いますから、参考にしていただけると思います。よかったらですね覗いてみていただければと思います。ということで、今回は40代から司法書士、受験から開業までということで、まあ非常にね、リアルな率直なお話させてもらいました。参考になればと思います。今回は以上です。